日ごとに寒さが増してくる、そんな季節になってきました。私、食べるトミー、寒い季節は苦手なんですけど、寒い季節だからこそ美味しい食べ物ってあるじゃないですか。そう、山岡屋もそのうちの一つだと思うんです。今回は初めてのプレミアム塩豚骨いただきます。さあ、今回の山岡屋の舞台は千葉県松戸市にある松戸北小金店。大きな幹線道路水戸街道沿いにあって、最寄りの駅は JR 北小金駅です。さあ、今回食すプレミアム塩豚骨とは。さあ、ご対面。今回初めて出会いますプレミアム塩豚骨、スープの色は白い色をしております。さあ、具材は卵がございます。それから背脂浮いていて、チャーシュー、青ネギ、それから海苔もあります。さあ、この真ん中にあるやつ、これ穂先メンマ、アプリの無料クーポンつけちゃいました。うん、お得な感じがします。さあ、それでは今回初めて食べるプレミアム塩豚骨、そのお味はどうなのこれ。うん、スープはとろっとしていて、味は、うん、濃厚とはちょっと真逆です。あっさりめです。うん、飲みやすいスープです。うん、だから一口二口ぐらいいっちゃいますね、最初にね。さあ、見てみて、そう、背脂が浮いている。そう、豚骨の味わいと背脂の味わい、これがガツンとまず一発目に来る、そういう感じなんです。だからといって味は、うん、濃くはない、アンチがあるってわけでもない。さあ、麺見ましょう。麺は麺型で注文しました。さあ、それではいただきます。ずるずるずると。さあ、どうなの。まあね、山岡屋の麺、もうね、もう今となってみれば何回もいただいているんでわかるんですけども、山岡屋って麺美味しいと思うんだよね。うん、まあ強いて言えば、なんだろう、固めなんだけど、まあ、もうちょっと固くてもいいかなっていう、まあそういうふうには思ってるんですけど、まあ本当に味はね、美味しいと思います。さあ、続いてトッピングを食べます。まずは海苔からいきます。そうそう、この山岡屋の海苔ってね、ずっとスープに浸っててもドロドロって溶けない。これうまいんだね、香りもいい。さあ、そんな海苔は麺と一緒に箸ですくって上からスープかけます。名付けて湯かけ食い。どうだ。うん、まあね、このスープちょっとあっさりめに感じるので、上からかけることによってより濃さを増すかなって思って食べたんですけど、うん、なんつうのかな、麺にスープがあんまり絡みついてるような気がしないような感じがするんで、口の中に麺がね、残った状態でスープ一口二口って入れてね、まあ、そういう風にやってみました。さあ、続いてはチャーシューです。さあ、この山岡屋のチャーシューもわかるんです。一口食べると甘みがうわーっと口の中に広がるんですね。結構美味しいチャーシューだと僕は思います。さあ、続いて卵。うん、見て見て、断面がね、黄色、半熟具合、これがね、食欲をそそるっつうもんでね、口の中に入れるとまあ想像通り美味しいです。さあ、続いてはスパイス入れて味変します。まずはニンニクを入れます。これマストだとは思うんですよ。さあ、続いては豆板醤、これも僕の中ではマストアイテム。さあ、続いては生姜かなと思いきや、うんうんうん、違います。黒胡椒をかけます。そう、なんとなくね、この塩豚骨には胡椒合うんじゃないかと思って、ほら見て、これ胡椒かけすぎかな。まあいいよいいよいいよ、食べます。するとこれどうなの。うん、いいよ、スパイスのガツンとしたインパクト、これ麺に絡みついちゃって、うん、さっきより美味しくなってる。いいいい、僕の好きな感じの味に近づいてます。麺が納得ならスープはどうなのって。さあ、レンゲでスープすくってみます。うん、明らかに色が違いますね。これ豆板醤が混ざってるせいだと思うので、ちょっと赤みがかってます。さあ、いただきます。するとどうなの。いいよ、美味しいよ、ちょっと濃くなってるよ、インパクトあるよ。でもね、ちょっと思ったんです、最初から味濃いめで注文しとけばよかったのかな、このプレミアム塩豚骨に関しては。まあ、いかんせん初めて食べるんでね、まあ、しょうがないと思うんですけども、まあ、味濃いめ食べてみたかったな。うん、まあそんなこと言っててもしょうがないんで、ライスアレンジやります。そうそう、こんくらい残った時点でね、実は半ライス注文していたんです。
ということで、丼の中の残ってる具材、いやいや正確に言うと残しておいた具材、卵、チャーシューをご飯の方へお引っ越しです。それからアプリの無料クーポンでいただいた穂先メンマも移動します。そう、この穂先メンマはね、ライスアレンジのために今まで食べなかった、そんなような感じでずっと残しておいたんですね。さあ最後は豆板醤を上に乗せて、ほらどうだ、ライスアレンジの完成だ。プレミアム塩豚骨のスープもたっぷりかけておりますよ。いただきます。するとどうなの、納得、美味しいよ。だってこのスープね、もう何ですか、味変した後のスープっていうのもあるしね、ご飯スープご飯スープの無限ループに突入したって感じです。いや、そしてね、やっぱり豆板醤、これね、これも決め手だと思うんですね。もう何飯っていうんですか、ぶっかけ飯、もともと僕好きなんです。なので最近は山岡屋のラーメンというよりもライスアレンジの方が興味が湧いてきちゃって、いろいろ調べたりしてるんですけどね。このプレミアム塩豚骨の時にはこのライスアレンジとか、特製味噌の時はこういうライスアレンジだと、皆さんいろいろ自分の持ちネタを持ってるっていうね、そういう、面白さがありますよ。さあ最後はスープ、もうご飯の方にビチャビチャビチャってかけちゃって一気に流し込む、ちょっと下品な食べ方かもしれないですけど、これうまいんだ。さあ今回初めて食べたプレミアム塩豚骨、とろっとした口当たりは豚骨スープと背脂のインパクト、そして無料クーポンでいただいた穂先メンマ、そのメンマを使ってライスアレンジ、これ美味しい。それから再認識です、山岡屋の麺って美味しいんですね。徳馬、なんだろうな、スープはとろっとした口当たりだけど品のある味わいっていうのかな、それがプレミアム感ということなんでしょうね。だけど強烈なインパクトっていうのは全然ないのね、品があるって言えば品があるで、そこに胡椒や豆板醤、ニンニクなんか入れる、これらを入れると、ちょっとねガツンとした味わいになる。だけどスパイスの味が表に立ってきちゃってスープの味わいが薄まる、ちょっとね難しいですね。美味しいことは美味しかったんですけどね、もうちょっとインパクトがあってもいいのかなっていうふうに個人的には思いました。それでは最後に一言いきます、山岡屋のラーメンを食べて心を豊かに、楽しかったでしょう。登録